シルビーノブラチョは、ベネズエラのスリアシューマラカイボ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のサンフランシスコジャイアンツ参加所属。2011年にアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結んで、プロ入り。2012年、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグダイヤモンドバックスで、プロデビュー。22試合に登板して3勝0敗8セーブ。 防御率0.32、30奪三振を記録した。2013年は、パイオニアリーグのルーキー級、水浦オスプレイでプレイし、24試合に登板して、0勝2敗11セーブ、防御率1.71、38奪三振を記録した。2014年は、A 級、サウスベンド・シルバー・ホークスでプレイし、45試合に登板して3勝2敗26セーブ、 防御率2.08、70奪三振を記録した。2015年、マイナーでは、A 級バイセイディアローハイドと AA 級、モービルベイベアーズでプレイし、2球団合計で43試合に登板して2勝1敗19、セーブ、防御率1.78、73奪三振を記録した。8月30日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に登板して1セーブ、防御率1.46、17奪三振を記録した。2016年は26試合に登板して0勝2敗、防御率7.30、17奪三振を記録した。2017年開幕前の2月8日に第4回、WBC のベネズエラ代表に選出された。 シーズンでは21試合に登板して、防御率5.66、25奪三振を記録した。2018年は31試合に登板して2勝、0敗、防御率3.19、34奪三振を記録した。2019年は3月にトミー・ジョン手術を受けたため、シーズン全休の見込みである。2020年10月27日にマイナー契約となり、 トリプル A 級里の A シズへ送られた。その後、10月29日に FA となった。2020年11月11日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。